日本三重県島市磯部町穴川池田川に架かる池田橋磯部町穴川は三重県島市の大技郵便番号は517-0213伊蔵の裏の南側奥に位置し大規模なうなぎの養殖を行っていた産地、大地に谷が食い込む複雑な地形である中海道北及び西は磯部町狭間東は磯部町、坂崎、南は 阿護町うかた、浜島町を挟まこと接する。中一の小技からなる。また障子ではないが、地域の通称として浅野などがある。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。現存資料での書出は、瀬古新丸所蔵の兼務2年の文書にある、穴川五感田進閣、牛日記である。 室町時代の書物、宇じつね新時期の影響11年12月25日の、上では、穴川と書かれていた。道書によると穴川から、伊蔵宮の、里直来で、強善役が出て、一前禁止したという。穴川には、兼業屋敷が7軒あったとされ、伊蔵神戸の事務を司った。戦国時代には、磯部七号の一つに数えられていた。江戸時代には、 穴川村として、鳥羽藩磯部組に属した。村高は、延響3年時点で589国だった。中村神殿や三角州の提出地帯を干拓した、平7神殿などの神殿開発が行われ、現在に至るまで農業が穴川の主産業となっている。また、この時開発された、王将や日田からは、弥生時代の遺跡が見つかった。 小規模な漁業も行われていたようで、エスへ素リり船などを網で捉えたという記録がある。明治時代に入ると、磯辺村の一大技となり、二度の合併を経て、島市の一地区となる。うなぎの養殖は1918年から始まった。1958年には、穴川から的や、三箇所を経由して、トロク野島に至るトロク屋航路の運航が、 近鉄島観光機船によって開始された。この航路は1985年7月1日に廃止された。古来時を焼く穴子がいたことに由来するという穴川は良質な粘土が得られた。2019年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。1747年以降の人口の推移。なお、2005年以降は 国勢調査による推移。1747年以降の世帯数の推移。なお、2005年以降は、国勢調査による推移。期限は定かではないが、穴川では、古くから、うなぎ漁が行われており、漁業観光によれば、うなぎ島による漁業は、慶応元年から、うなぎ船は、明治3年から始まったとされる。取ったうなぎは、 伊勢川崎の魚市場に出荷されることもしばしばあり、2軒のうなぎ問屋が商いをしていた。うなぎ漁は戦後まで残ったが、現在では行われていない。一方、うなぎ養殖は1918年に、静岡県浜名郡出身の鴨本吉が平7神殿を区画整理して池を作って創始した。平7神殿は、明治初期に神殿開発が始まったが、 完成を見なかった地である。1929年に、島電気鉄道が開通し、穴川駅が置かれると、資魚資料の入荷や、制御の出荷が容易となり、最盛期の1935年頃には、日本最大の4万場とも言われた。1938年の、磯辺村西洋欄によれば、年間生産工4万刊。 出荷校12万円で磯部村の水産出荷校のほとんどを独占するまでになった。しかし、第二次世界大戦中は資料入手が難しくなって閉鎖状態となり、戦後は1953年の台風第13号や1959年の伊勢湾台風で打撃を受け、一時廃業に追い込まれた。現在は穴川食産株式会社により営まれている。 穴川には隠居性が存在した。穴川の隠居性は、長男の結婚に合わせて両親が、自慢以下を連れて、本家を明け渡し、別の屋敷に移り、財産を約3分の1継承して、別世帯となるという風習であった。次男は、隠居屋で妻を迎え入れ、両親から財産を引き継ぎ、三男以下は、隠居屋から、さらに分家するか、都市へ出て行った。 島地方の隠居性は、阿護彫刻府の独特な風習として語られることがあるが、江戸時代には、島国で広く行われていたようである。かつて存在した穴、川船乗り場そべの御神殿の方式である。ありがとうございます。